皆さんこんにちは。こういうビニールがあるんですけど、何に使ったらいいですかね。こう、ね、こういう風にこう被ってね、なんとか、なんとかですね。はい。これね。こう、漂わせるとクラゲみ。で、こういうのはですね、なぜかこういう、ありがたいことですね。で、あ、これは剥がしちゃって。あ、で、あ、すいません、じゃあ、で、これね。はい。ありがたいことにいっぱいある。はい。鈴木純正ですよ。部品としては出ない。出ない。はい。ということで、これはね、ゴミで。はい。なんか、こう、例えばほら、こういう CT100 と、ね、こう、かぶせとく、ここね。うん。これもいいかもしれないですね。うん。ね、かぶ、1枚ぐらいかぶせときますか。はい。ありがたいことにね、こんな感じに、いっぱいあるんですよ。捨ててなかっただけですね。はい。捨てなきゃダメですね。はい。わかりました。私はね、わかったことがあります。捨てなきゃダメ。何でも捨てなきゃダメってね、何でもかんでも溜め込んじゃう、使うかもしれない、いつか使うかもしれない、これ、あ、これは使うんだらいいんですけどね。もうね、とにかく何でもそうですけど捨てなきゃダメってね、そんなことをですね、つくづく、思わされて、でやっぱりね、よく言うじゃないですか、ボロいのと汚いのは違うんだよね。でうちの場合ボロくて汚い、まあ最悪ですよね、それまずいですから、だからそういうふうにね、言われないようにね、少しずつ少しずつ綺麗にしていきたい、ね、身も心も、洗っていくということですかね。自分も捨てちゃったりして、一番汚いのはお前だなんつってね、はい、そんなことが、あるとかないとか、皆さんいかがでしょうか。はい、ということで、今日はですね、ちょっとお約束、うん、オイル交換とかね、はい、まあ、それはあるんですけど、はい、で一応ターセリーがね、ご注文いただきましてありがとうございます。ターセリー一応今日って書いてあったんですけど、ファックスにはね、ただ電話がね、運送屋さんから電話なかったんで、大体電話してくるんですけどね、前の人がね、明日とかね、うん、キムコの配送しているのはどこでしたっけね。でいろんなところをね、結局下請けとかやってるんですよ。だからたまにバスの方が持ってくる時もあるんですよ。はい、あとね、あ、そうそう、で私知らなかったんですけど、バスにバスで働いてるお姉さんがいらっしゃるんですけど、そのご主人がね、運転手をやられてるみたいで、あそこ この間行ったよっつってプジョーかなんか運んだって言ってましたかね。私そのほら、どなたか分かんないんですけど、うん、ちょっとね、はい、そうなんですよ、そんな話をね、はい、まあ世の中狭いですよね。ジョイフル見かけたことがあるんですよ。ジョイフル本体にあるスーパー、あの人どっか見たな。でご主人と、あとまだ小さい、まだ赤ちゃんですよね、連れてね、うん、で一回も多分やっぱりね、あれですか、1週間に余計なことだな1週間に1やっぱりね、こう1週間分のあれとか購入されるんですよ相当昔ですから、1年ぐらい前ですかね、どれぐらい前だったかな、見かけたあれと。でその後バスでお会いしたら、あれこの間いらっしゃいませんでしたって言った。あ、やっぱりそうですか。あ、そうです、そうです。挨拶しなかったんでね。そうかなと思ってね。はい。見てただけなんで。はい。さあ、そんなね、あれは、ほどほどにさせていただきまして、なんか広い感じがするでしょ？わかんないですよね。ね。はい、こんな感じでね。ちょっと広い感じがするんでね。ほら、広いんだよ。本当は広いんですよ。ね。これぐらいのスペースがあったらね、いいですよね。常にね。で、もう少しね、こう入って、こっちの奥行きがあってね、で、こうあって、でバイクをね、こう触れるといいんですけど、だからこの辺のものをちょっとね、どかしてっていうね、あとあの辺に置いてある私物のね、CT100 等だとか、あれを早くなんとかしてね、はい、そう、ずっと言ってるのにね、なんで進まないんですかね、うん、ここ最近はできるんじゃないですか、今日あたり やれるんじゃないですか、はい、ヘッドを乗せたんですけど、私バルブのすり合わせはしてないんですよ。新品のヘッドで新品のバルブだから、すり合わせしなくていいでしょうとか思ったんで、でもすり合わせした方がいいですよね。はい。だ新車でも、新車ってやってない、新車はやってないっぽいんですよ。うん、新車はね。うん。新車ってそういう乗り物みたいです。はい。基本的にはね、余計なことはしてない。で、で、中にたまにね、圧縮が、あれ圧縮抜けてるよっていうのがあるらしいんですよ。当たりがちゃんとついてないみたいなね。うん、だそういうのは稀にあるらしいです。はい、稀にね。うん、だそういうのは保証クレーム処理で直すっていうことなんだと思うんですけどね。うん、その場合何交換ですか？ヘッド交換ですよね。だって、工賃だけは多分出してくんないですから。うん、
そういうやり方はしてくれないので、何かを交換するという形でメーカーは、部品とあと工賃も出すということなんですよね、うん、部品交換ないと多分工賃だけ出してくれないですよね。そうすると何交換ですか、バルブ交換ですかね、ヘッドじゃなくてね、バルブかな、うん、まあそれでやるんですかね、うん、詳しいことは私も分かりませんが、日本のメーカーの話なんでね、日本のメーカーの話で日本のメーカーの話けど、でそう、日本のメーカーはね、完璧だと思うでしょ。そんなことないな、いろいろありますよね、うん、なのでね、まあ、だから保証があるんですよ、うん、そんなんで保証なのかって、そう、保証ってそういうもんですよね、組み立て、なんかいろんなね、そういうなんか起因で、故障したとかね、やっぱり調子が悪いとか、そういう時に、直してくれる、ね、そういうことでございます。だからメーカークレームというね、なるわけです。はい、さあ、そんなところでね、私は、ちょっと、はい、そろそろね、おいとまさせていただかなきゃいけないんですけど、そう、F800R ね、乗ったんですけど、で、やっぱり録画をして、いろいろね、考えて録画してみたんです。はい。で、スピード出さないと大丈夫。スピード出さない。スピード出さないと変ですけど、ある程度の速度なのか、回転数じゃないような気がするんですよね。低速だったら、そうすると、やっぱりジジ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 って言い出すんですよ。なんですかね。うん、残念ですよ。で、うちにあった BMW 純正のバッテリーが、これまだいける感じなんですよ。だからそれをとりあえずつけてあります。それを交換しました。はい。で、たまに乗るっていうね。で、もちろん購入いただいた場合には新品のバッテリーにする。台湾湯浅ですかね。台湾湯浅ね。新品のバッテリーにさせていただくと。もうそれしかないですよね。もう乗らないとね。VTR もなく頂戴でしたしね、はい。V ストロームもそうなっちゃったら嫌ですから、乗らないとね。あ、V ストロームじゃないや。エクラデュースもね。あと、そう。ナンバーがついてて、ついてる車両はね、とにかくそうやってぐる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 回して、とりあえず、乗るしかないですよ。1週間に1回乗らないとね。どんどんね、傷んでいきますよね。はい。本当は、距離もね、100キロぐらい走れたらいいですけど、どんなことやったらどんどん増えて、距離も増えてきますしね。ダメですよね。誰か買ってください早くね、まあすいません。はい、で、これ知ってます。エクストリームバッテリードッグ。これ昔のパッケージ。ね。こういうのはついてたんですよ。昔のはプラパッケージで、ボール紙にそれでこう、ほら、置いとけるよね。途中からただの白箱になりましたね。はい。値段を下げるっていう理由で、らしいですけど、白箱にされましたよね。でね、これ、要はもう持ち運びできるような、こういうパッケージ。これいいですよね。うん。そして、こういうね、はい。これは、車体につなげとくタイプですよね。そうすると、こう出しといて、ね。で、こう、バッテリー、充電器つなぐっていうね。はい。で、これ充電器、これフロート充電っていうね、あれなんですけど、このバッテリードクの会社、作ってる会社、ここはですね、基本的に、ちょっと待ってください。おはようございます。お客様みたいなので、説明はまた後で、すいません。